はい、こんにちは。バーチャルのマハラです。はい、今日はこちらで遊んでいきましょう。はい。仮面ライダージオのデラックス高落ちロイドと RKF のオーズアーマーです。はい、そんなわけで2018年11月10日本日発売のこの2点購入してきましたね。うん、じゃあ早速開けて遊んでいきたいところだけど、その前に黄金の5秒間。この間にチャンネル登録はこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。はい、じゃあ行くよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ。登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、ということでこちらがタカウォッチロイドですね。うん、ライドウォッチの形をしてる。ライドガジェットだね。そうですね。はい、なんでちょっと太めになってますね。はい、かなり太いね。うん、で一応絶縁シートついてますので先に取っちゃおうか。はい、はい、OK。そしたらですね、まずは変形やろうか。うん、変形はまず翼をクイッと出します。お、そう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 。ああ、なるほど。クイッと。そしたらこのパネルを開きます。はい、頭を出します。これ完成。これで高モードの完成ですね。うん、結構いいよね。いいね。赤くてね、かっちょいいんだけど、ここに、ライドウォッチと同じでボタンがありますんで鳴らしてみようか。はい。おお、タカッと鳴ったね。そうだね、ちょっと音ちっちゃかったけどね。うん、もう一回やってみましょうか。今のはサーチホーク探したかったかって言ったみたい。うん、じゃあ次はファイヤーホークで燃えたかったかって言った。燃えたか。これブリザードホークだって。うん、こうたかたか。次は？しびれたかたかーってたんだね。なるほどね。で、もう一回押すと？なるほどね。うん、ちなみにこれ、トラとバッタも出んのかな？うん、そうなのかな。はい、では軸ドライバーで聞いてみましょう。はい。で、まずはライドウォッチ型に戻してよいしょ。じゃあ行きます。はい、あ、やっぱね、はい、これだけだね。ライドガジェットっていうだけだね。ファイズフォンと同じだ。そうだね。はい、続いてこちらが RKF のオーズアーマーですね。うん、これがタカ、トラ、バッタ。今回3つのパーツに分かれてんだね。で、これがタカですね。うん、でこっち側がマスクになってるんだけど、これがタカみたいです。だからこれが本体で、これ羽広げてるみたいな感じなんだろうね。うん、これがトラですね。うん、トラの形になってるよね、一応ね。爪がある。爪があるしね。続いてこちらバッタですね。うん、はい、バッタもそれっぽいね。そうだね。うん、後ろ足がちゃんとこうなんか跳ねるような感じになってますね。うん、じゃあ RKF の銃にセットしてみましょう。うん、まずはトラを分解しますね。はい、顔の部分と足の部分を分解すると体パーツになりますね。うん、これをセット。パカッと開けてかぶせる。はい、これで一応、あ、来たね。トラって書いてある。うん、そしてパーツを外す。肩にセットだね。うん、はい、ライドショルダーを外して、はい、でそこに爪パーツをセットだね。はい、で反対側の肩パーツもセットして、で腕パーツをセット。でこれでトラがセットできたわけだね。うん、次はバッタかな。バッタはまずこの後ろ足の部分を外すと、うん、バッタっていう文字が出てきます。うん、そうだね。胴体を真っ二つに割ると、うん、でバッタって書いてあるのはこのトラの下にくっつくようになってますね。うん、穴があるんでここにセットします。はい、こんな感じ。カツッと入った、うん、トラバッタってなったでしょ。うん、そしたら今度は足だね。足パーツ、うん、触覚がある部分を下にして、うん、足に差し込む。はい、同じようによいしょ。これでバッターアーマーもセットできたね。うん、そしたら最後にタカ。ここはタカはここに虎の上にセットだね。うん、はい、ということで完成しましたね。こちらが仮面ライダージオのオーズアーマーですね。うん、いいじゃん。か
かっこいいね。なんか最初ね、画像とかで見た時は、うん、もうちょっとチャッチいのかなと思ったけど、意外といいよね、うん、ここだよね、タカ、トラ、バタって書いてるやつちゃんとね、うん、で目の副眼部分はちゃんとオーズって書いてあるね。オーズって書いてありますね、うん、いいねこれ、うん、肩にトラついててね、うん、右手側は爪になってね、ちゃんと爪になってるからね、これで攻撃できるしね、うん、ここに足ついてるのが笑えるけどね、うん、ちなみに肩パーツと腕パーツ分離してるのでちゃんと動かすことできますね、うん、で足も動く、あ動くね、あなるほど、ここだけちょっとあれかついてこないのか、うん、これがあのバッタの足だから、うん、これすごいジャンプ力が、あそっかそっか、なるほどね、腰とかも動くね、うん、残念なのが顔は動かないですね、うん、はい、であとこの時空ドライバーのライド落ちが1個だね、あそうなんだ、今回ねついてなかったこれがはい、ちなみにですね、タイムマジーンの右手にセットできましたね、一応ね、うん、ここにあったとはね、すごいちっちゃいだけどね一応セットはできましたね、かわいい、空も飛べるようになったし、これで最善最良の魔王になれる、どんな問題、うっ、あやっと倒したぞ、ジオ、これで終わりなんだ、終わりです、はい、ということで今回は仮面ライダージオのデラックス高落ちロイドと RKF のオーズアーマーでした、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ気に入るボタン、高評価、グッド、ライクをお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それと今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回はこれでございます、バイバーイ。